体に窒素がたまります。そのたまった窒素がどれだけたまってて、あれですね、ライブテーブルあるじゃないですか、あのテーブルなんて全部みんな記憶できないので、何メーターであと何分も売れるっていうのはわからないので、それを全部教えてくれるんです。で実際、例えば潜水データ的に、じゃ18メーターに20分潜りました。まあ僕らで言うと、あ、じゃあ過去40分で、こんなダイビングをしました。これだけだとどんなダイビングが想像つきますね。水面です。潜ってきました。そのまま18メーター20分間、また上がってきました。まあ、ここからここまでが20分で、ここからここまでが40分で、最大水深が18分。まあこれオーソドックスなグラフです。実際にはダイビングすると